ゆっくりしていってね。ラビオット用オプションアーマーに、カスタマイズシーンベースと、新年早々、話題が盛り上がるぜ。カスタマイズシーンベースが、たった600円はびっくりだにょん。あの手の商品ってたくさん買って組み合わせたいのに、一つ一つがそこそこの値段で諦めてたんで、これくらいの価格だと手を出しやすいな。六角形の組み合わせも、おしゃれな感じがするにょん。さてさて、募集開始した30ミニッツミッションズ、早速作品が集まっているので紹介していくぜ。ご参加、ありがとうございますにょん。それでは、最初の作品こちらだぜ。お、早速空戦用アルトの改造機だにょん。アルト試作17号機、空戦仕様と予想だぜ。試作機が実戦で大活躍、華々しさの裏の危うさ、熱い展開だにょん。細部に光るワンポイント塗装もいい感じだぜ。それじゃ次の作品こちらだぜ。これは、銃で殴りつけてるにょん。そうだぜ、タイトルもズバリ、でかい重心には、こういう使い方もある、だぜ。ないと思うにょん。弾切れした銃にも攻撃力を、パイロットの発想の勝利なんだぜ。見事命中してるしね。それでは、お次の作品こちらだぜ。これは、可変機かにょん。アルトスカイ、フライトフォーム、というそうだぜ。アルトスカイのパイロットがなんとなくやってみたら、意外と安定性が良かったらしいんだぜ。可変機じゃなかったにょん。作るのも操縦するのもひらめきが大事なんだぜ。ではでは、次の作品こちらだぜ。かっこいいポルタノバの舞台だにょん。バイロン軍と組む正体、影の舞台、というそうだぜ。みんな近接格闘武器で戦うのかにょん。そうだぜ、さらにそれぞれが独立行動権を持ってるそうだぜ。優秀だけど厄介者ってお話かな。それじゃ今回最後の作品だぜ。不思議なシルエットをしたアルト、だにょん。画像にもあるが、プレデイトアイ、という機体だそうだぜ。腕のブースターで高速移動し、下半身のクローで攻撃するんだそうだぜ。まさかの戦闘スタイル。ちなみにバイロン軍の機体だそうだぜ。といったところで、今回は以上になるぜ。皆さんの早速のご反応、本当に嬉しく思ってるにょん。参加作品あってのこの企画、ありがたい限りだぜ。うつ主も頑張って動画を作っていくので、どしどしご参加くださいにょん。自分も参加したい、と思った皆さんや、これからもいろんな30ミニッツミッションズを見たいと思った皆さんは、この丸いのをポチッとチャンネル登録お願いだぜ。それではそれでは、また、会おうぜ。